合わせお伝えします。敬愛する金正恩総書記がラオス人民革命党中央委員会書記長、ラオス人民民主共和国主席に返礼を送りました。返礼は次のようです。ビエンチャン、ラオス人民革命党中央委員会書記長、ラオス人民民主共和国主席、トンルンシスリット同士、私はあなたが朝鮮民主主義人民共和国創建76周年に際して熱烈な祝賀を送ったことに深い謝意を表します。私は両国の間の伝統的な友好協力関係がこれからも引き続き発展するものと確信し、不況な社会主義国家を建設するためのあなたの責任ある活動でより大きな成果を収めることを祈ります。朝鮮労働党総書記、朝鮮民主主義人民共和国国務委員長金正恩、主計113年2024年9月16日天安。南都市ハング区域地産農場と雨傘農場で新種売りがありました。農村固有のユニークさと現代美が調和をなし、勤労者の便益を図れる条件が全て揃った商社で多様な形式の住宅が立ち並ぶ誇らしい現実は、朝鮮労働党の農村革命綱領の正しさと生命力をはっきり実証しています。新種売りの集いに関係者と農業勤労者が参加しました。集いでは祝辞に次いで住宅利用の証書が手渡され発言がありました。新種売りが始まると村ごとに楽しい踊りの輪が広がり、幹部たちが入居世帯を訪れて祝いました。ハムギョン南道精神管理局で科学技術を発展させて成果を収めています。某精神管理局では自分の科学技術事業を固め、技術開発チームの研究条件を保障するとともに、活動家と従業員の間で集団的技術革新運動の雰囲気を盛り上げ、精神の近代化の水準を高め、物質的技術的土台を固めています。今管理局では実情に応じた低身の近代化と運営正常化の実現を技術開発のポイント基本方向として定め、これに本腰を入れています。一方、ハンギ北道のサリオン基礎食品工場でも科学技術力で発展を遂げています。工場では新製品の開発とクオリティアップのための技術革新の目標を高く立てたのにふさわしく、生産者の技術技能の水準を引き上げ、すべての生産工程を科学技術的に運営し、人民に好まれる良質な機能性食品を開発生産しています。総連東京都本部川田区委員長率いる朝鮮民主主義人民共和国創建76周年在日本朝鮮人祝賀団が17日平壌を立ちました。平壌国際空港で最高人民会議常任委員会キム・ホチョル副委員長と海外同胞事業局ホン・ギョンシク局長関係者が見送りました。朝鮮民主主義人民共和国創建76周年に対して各国で各界の人たちが共和国の在外公館を祝賀訪問しました。偉大なキム・イルソン主席と偉大なキム・ジョンル国防委員長の写真と共にいる主席と国防委員長を描いた美術作品に、ロシア連邦共産党ハバロフスク地方支部委員会、ロシア連邦レーニン共産主義青年同盟ハバロフスク地方委員会、ベラルーシキム・イルソン・キム・ジョンル朝鮮人民の友の会、共産主義勤労者党主席省研究会をはじめ各国の諸政党団体機関の人が献花し敬意を表しました。エジプト大統領特使の資格で参謀主席が、そして南アフリカ共産党書記長とムグマランガ州委員会第一副書記も共和国の在外公館を訪問しました。一方、共和国創建記念日に際してラオス職業連盟、ベトナム外務省、公安省、工業及び商業省、文化体育及び観光省、農民同盟、南村州人民委員会、社会科学院、ベトナム諸村友好協会が共和国の在外公館に花籠を送りました。以上、この時間のニュースを大山地区がお伝えしました。こちらは諸村の声放送です。労働者の発明家、中央靴下工場のリーテンイロさんは
工場が自慢する実用心眼の発明者、技術革新のエキスパートです。転職して間もないリーさんですが、今年だけでも複数の技術革新案を導入して新製品の開発と品質向上に役立てました。工場には偉大な金正恩国防委員長と敬愛する金正恩総書記の気高い人民愛の足跡が記されています。この工場で労働生活を始めたリーさんは栄光に輝く職場で働くという自負を持っていました。そのリーさんがいつからでしょうか、人知れず悩み始めました。リーさん、ユロさんのお話を聞いてみましょう。並ばなければならないということを紹介しました。金正恩国防委員長と金正恩総書記の人民愛が宿る職場で、人民が好んで求める製品をたくさん作るには、新技術を学ばなければという思いが日一日と強くなりました。その後、リーさんは働きながら学ぶ教育システムに加わり、熱心に学びました。在学中、いくつもの実用新聞を出して人々をあっと言わせたリーさんは、卒業後も工場で働きながら試作を怠りませんでした。模様押し出しのオートモニターを作ることに決心し、研究に取り掛かりました。いざ始めようとすると、技術上の難問が一つや二つではありませんでした。 B さんは忙しい中にも、暇さえあれば科学技術普及室で新技術の資料を探索し、アイデアを練り上げました。試行錯誤の末、模様押し出しのオートモニターが現場に導入され、靴下の品質向上に役立てました。 B さんは知識の力、科学技術の威力を肌で感じ、技術者と自己連合とともに新製品の開発に役立つ実用新案を相次いで出しました。その過程に B さんは発明証書、遠い考案証書など、いくつもの科学技術証書を授かりました。B さんは新米の労働者にこう話したりします。何でもできると思い切って取り掛かれば、誰もが発明家になれると。労働者の発明家、講談してお話ししました。現段階での諸村労働党の経済戦略についてお話しします。今、諸村危機社会主義建設は諸村労働党の指導のもとに新たな発展段階、全面的な発展期に入りました。1910年、2021年1月に行われた諸村労働党第8回大会は、2021年から2025年までの国家経済発展5カ年計画期間に、諸村式の社会主義建設の新たな勝利を勝ち取るための現段階の経済戦略を整備戦略補強戦略としました。整備戦略補強戦略は、経済事業システムと各部門間の有機的な連携を普及整備し、自律的土台を固めるための取り組みを強めて、経済をいかなる外部の影響にも揺れることなく円滑に運営される正常軌道に乗せるための戦略です。中んづく諸村では、経済事業のシステムと方法の改善を先行させています。経済を管理運営するシステムと方法を、社会主義の原則に合いながら客観的な経済法則と変化する現実に合わせています。次に、諸村では国家経済の命脈を盛り立てるために励んでいます。経済の発展と人民生活の向上での重要性に鑑みて、基幹工場企業の生産と経営活動上の必要な条件を提供しています。整備戦略と補強戦略は、共和国の内部の力を全面的に整理整頓し再編成し、それを踏まえて新たな前進の道を開いていこうとの諸村労働党の意思が込められている経済戦略です。現段階での諸村労働党の経済戦略についてお話ししました。